岩山君、あと50メーターか。はい、急ぎましょう。ずいぶん長いこと歩いてるからもうくたくたやな。やっぱり山登りが一番大変やわ。あれ、まだ先だったかね。ああ、そうか、反対から来てるからイメージは違うねんな。この石図はもう見事な石図でございますからね。どう考えてもね、江東の方のね、埋葬施設でしょうね。豊富やったかな、豊富かったらね、ちゃんと調査しないからわからないね。端角墳の可能性も全くないことないんやからね。ドーンと構えてますからね、すごいでしょこれ、ね、この霧石はすごい。はい、入ります。ね、いろんなもん見たけど素晴らしいわ、やっぱり素晴らしい。今高さが1メーター70ぐらいです。今ね、船頭が、これ原質がね、ちょっと高くなりますけどね。ほら、素晴らしいでしょ、二段で。横は、横も二段やね。1、2、3枚。うわぁ、素晴らしいね。こんな素晴らしかったの。うわ、素晴らしい。いやぁ、恐れ入りました。こんなのですからね。まあ、いろんなもの見てきましたけど、だんだんね、綺麗になってきますね。上層でか。いやー、素晴らしいね。で、この後ずっと行ってます。あと、やっぱり雨の文中行かないかな、最後。あれが最高やろね。これも最高やけどね。これやから。一枚やもんね。これはもう最高でございました。で、横がこれ1枚、2枚、3枚、4枚ぐらいかな。はい、ありがとうございました。どうぞ、こんにちは。はい、これね、この上から、すごいでしょ、この石ね。今入ってきちゃったけどね。高さ1メートル70ぐらいじゃないかもしれんな。奥はどれぐらいあったんかね。ちゃんと見たかったね。奥は3メートルぐらいあったかね。もう一回入ってみましょうかね。出てきやったら。これどうなんだろうな。この、方本って言ってんだけど。ここちょっとおかしいね、これ。左側は家が建っとるんでね、何とも言えんけど、これ桜やったかな、あれ、なんだあれは。あれはなんか分からんけどな。もう一回入りますね。岩山古墳の石碑でございます。すごいんです、何回入ってもすごいんです。高さが1メーター80ぐらいあるかな。見てください、この切り方。もう素晴らしいんですよ。7世紀。これちょっと段が低くなってるな。それでも、これでも 1メーター70ぐらいありますかね。ものすごい素晴らしい切り方でございます。ここまで来ると、ここが2段。手前はこう2段ですね。全部切り石ですよ。ものすごい綺麗にね、切ってくれてますね。左も2段。で、手前が3段で、上が2段かね。天井石は1枚。すごい。高さが3メーター。
3メーターちょっとか、3メーター2、30あるかね、そんな感じかね。天井石が1枚やからね、すごいやん。これはすごいわ。で両袖で、ね、現実から出るとね、先導の石もね、1、2、3、4、5、6枚ぐらい使ってるかな。こっちは1、2、3、4、5、6枚ぐらいか。これちょっと下、これちょっと下はね、土砂が垂れてきてるかな。こんな感じやったらもう1枚ぐらいアタック可能性があるな。これどうなんだろう。いやな、ここまでか。ここで塞いだかね、塞いだ。おお、さっき見えてるで、これ。まあ基本的にこういうとこもね、上は土で覆いかぶせるからね、見えないやろうけど。上は桜でございます。ああ素晴らしいね。はい、ありがとうございました。硫黄山古墳でございました。千塚古墳に行かないかんと、こんな寄っとる場合じゃないんだけどね。千塚古墳、はい、ありがとうございました。千塚古墳、さあ行ってみましょう。はい、ありがとうございました。